ナヒーだ、オイラたちだ。旅人、パイモン、最近はどうかしら。全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして、気づいたらもう朝になってて。しかもその後すぐ、こいつが稲妻に行くって言い出したんだ。ザンヒョ？聞いた感じでは、何かのコードネームみたいね。表情が暗いけれど、何か言いたいことでもあるの？旅人？おい、どうしたんだよ。顔色が良くないぞ。そうだったの。つまり、そのザンヒョウという名の人形は、世界樹で自らを消し、過去を変えようとしたのね。でも、どうしてそいつはそんなことができたんだ？旅人の話によれば、彼はもう少しで、スメールの神になっていた。それは、私の記憶と噛み合わないわ。私の記憶では、私たちが打ち負かした機体の中には、誰もいなかったもの。でも、辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で、自分の存在を徹底的に抹消したら、世界もそれに伴って変わるでしょう。つまり、本当にそんな人が存在してたけど、そいつが世界を変えちゃったせいで、オイラたちも忘れたってことか？ええ。理論上にしか存在しない挙動だし、そんなことをする度胸のある者がいるかさえ、不確かだけど。旅人は、テイワットの外の世界から来たから、世界樹に彼女についての情報はなかった。よって、世界樹に対する改ざんも、おのずと彼女には影響しない。もしこの世において、このような形で改ざんされた過去を記録できる人がいたとしたら、それは、あなたしかいないわ。本当に、不思議な感覚ね。でも、そのザンヒョウってやつは、なんでそんなことをしたんだよ。私も、今ある情報からしか推測することはできないわ。彼が具体的にどんな人だったのか。今はあなたしか覚えていないから。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。そうね。ザンヒョウは自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語にあった、かつてタタラスナで暮らしていた人を友とみなしたのかもしれないわ。そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、かつての友を救おうとするのもおかしくはないわね。とても合理的で、どの点においても辻褄が合っている。ザンヒョウは、博士の手伝いにより、神になりかけた。だからこそ、彼は世界樹とつながる権能を得たわけだけど、その権能のおかげで、力が残り少ない状況であっても、世界樹の中の記録を書き換えることに成功し、自らを消した。
確かに筋は通ってるけど、その人たちのおかげでいい結果になったわけでもないし、おいらこの感じなんか嫌だぞ。全力で何かやったのに結局何も得られなかったなんて。少し待ってちょうだい。確認したい情報があるの。見つけた。おそらくこれね。やっぱり私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ。彼女の話を裏付けるには十分ね。何なんだ？私自身が保存した全ての情報の中に片隅に置かれた記録を見つけたの。あなたたちも見てちょうだい。童話？誰が書いたんだ？この記録を作ったのは私自身よ。え？ナヒーダの書いた童話がその残票と関係してるのか？旅人の話と合わせれば、私の残した物語はすべてある特定の内容を指していることがわかるわ。待てよ、もしかしてその記録って事前に残してたものなのか？そう、たとえ他の記録にある残票と歌舞伎物についての内容が変更されても、私の手によって書き起こした物語に影響はないの。世界樹内の情報を変えることはテイワットを書き換えるのと同じ。でも世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録はきっと残票が世界樹に入る前の私が残したバックアップね。すごい方法だな。さすがナヒーダだぜ。旅人を残票と一緒に世界樹に入らせたのもその時の私が考えたもう一つの保険だったのでしょう。彼女なら全てを覚えていられるから。世界樹に今ある情報とこの記録で暗に語られている物語は互いに結びつきを持っているわ。それらにおける全ての異なる場所をつなぎ合わせれば、彼女の言う残票が消した一生にたどり着くわ。